よね。あ、パブビューだ。お、パブビューだ。めっちゃ楽しそう、これ。いいな。ちょっと待って、ヘラクレス推しの持ってる人いる？あれ、いなくない？いる？あれ、いなくない？あれ、ジュースだし。あ、一人いた！一人だけ！ちょっと待って、他のさ、チームの推しの人みんな複数にできてたのに、ヘラクレスだけ男一人で、オタクソロだった。いいよ、じゃあ、マスターでその一人をイメージしたやりそう。ヘラクレス推して偉いね。一人で来てる。ヘラクレス推しだけ一人で来てるよ。なんかチームごとの席に分かれてるって書いてあって、うん、ヘラクレス一人しかいなかったよ。え？たまたまだよ。たまたま。これから来る？たまたまだよ。たまたま。まだ試合始まってないから。しかもなんかアトラスとかにはオナゴがいたけど、ヘラクレスは男のオタク一人だったよ。いやもうたまたまだよ。たまたま。いいな、もうじゃあその一人をわしらがいっぱいめでてあげるんだよ。でもあの人だけは渡さないぞ。どこのチームにも。うん、パネルドもね、今月は入院とかもあってね、大変だったよね。そう、ご迷惑をおかけしました。シャバの空気最高だよな。そうだね、まず食事とかもね、病院だと大変だし、なんか、同部屋の人が大変だった、みたいないろんな話、ツイートで毎日見て。食事はめっちゃ美味しかった。あ、そうなんだ、よかった。そう、もうね、食事は家のご飯よりずっと美味しかったから、ご飯だけならずっといてもいい。ご飯美味しい病院いいな。ねえ。そう、松本監督もね、今、あの、コロちゃん用、ね、療養中で、私もね、退院明けで、もう、ヘラクレスチームの半分が病人ですから。2日に出所か。2日出所したら、出所したらあれでしょ？一番最初に定食屋に行って、ビールとカツ丼とラーメン頼むでしょ？そう、2日にさ、あの、ナッシュっていうご飯の案件をムッティと、ナンバさんとやるんだけど。え、それが、そうそう、いい、それが出所飯だね。いいなぁ、すごいね、あれめっちゃ美味しそうだよ ね。あれ超美味しそう。しかもなんか、一食500円台とかなんだって、あれ。へぇ、すごい。ね、めっちゃ美味しそうだよね、あれね。そう、あれ、オムライスもあった。あ、そうそう、やってた。めっちゃ美味しそうだった。そう、美味しそうなの、本当にナッシュの方ですか？うん。本当ですか？ナッシュが美味しそうだったんですか、それ。いや、ここ高坂くんが美味しそうに食べてるのが美味しそうだった。大阪が美味しそうだった。高坂さんが美味しそうだったのでは。いや、まあ、高坂殿も好きだけど。いや、好きだよ、高坂殿も。だって今さ、はじめさん聞いた高坂さんのこと、高坂くんってくん付けで呼んでて。あ、知ってますよ、俺。ね、狙ってる、狙ってるの、狙ってる子は、くんづけで呼ぶって知ってますよ、師匠。師匠。どう見てもさ、くんづけが似合うじゃん、あの二人はね。俺、くんづけで呼ばれたことない。ねえ、そうだよね。いや、はじめ殿はなんかもう、初めて会った時からなんか、はじめ殿がね、もう締めくくったからね。うん。おかしいな。狙ってるわけじゃないんだけど。ほんと？高坂さんが一緒にコラボしてくれるって言ったら、うん、え、喜んでやるよ、そりゃ。そう？欲望に忠実なカラステング。前、男気塾高校で麻雀インターハイに入れててしね。そうだね。よくね、覚えてらっしゃいますね。うんうんうん。いや、あのコラボもすごい楽しかった。高坂殿とも麻雀やりたいのじゃ。うん、やりたいね。うん、本当にやりたいのは麻雀ですか？あ。めっちゃさ、だって、いや、ま、いや、お友達と仲良くできるならもう麻雀に限らず何だって楽しいのじゃ。なるほど。それはあの、高坂殿に限らず、あの、ハネル殿ともね、あの、はじめ殿とも、麻雀以外でも遊べたら嬉しいよ。うん、なるほどね。だそうです。でもさ、やっぱ、モンスターズメイトさんの動画ってさ、作業しながら右側のモニターで流すのにすごい向いてるんだよね。面白いよね。なんか男子高校の、なんか休み時間をなんか延々眺めてる気分になれる。そう、またいやらしい目で見てるじゃん、絶対。絶対そうじゃん。だって、そんな風に見たことないよ、私。私の方のコメント欄でさ、高坂さんも千葉さんのこと好きらしいってコメント欄書いてある。で、実はね、そう、高坂とのテレビの前にわしのアクリルフィギュア置いてくれてるんだよ。そうなの？なんで？そう。え、なんかわしのこと好きらしくて。なんですか、その声。な、ひどい。なんですか、今のデレデレした声は。デレデレしてるね。デレ。
嬉しそうですね。なんかデレデレしてるね。いやー、そう。モンスターズメイトさんの動画よく見てるし、そう。その話聞いたときわし、匂ってしちゃったのじゃ。なるほど、今もしてますね。うん、今もニヤニヤしてる。いやー、これなー、もう、俺もあったかな、難しかったな。